つもご視聴いただきましてありがとうございます。 JR の琵琶島駅です。で、今回の動画は城北線の動画なんですけれども、まず琵琶島駅で JR から城北線の乗り換えのご案内をしたいと思います。実は改札内でつながっておりまして、こちらの JR のホームからですね、城北線のホームへ向かうところなんですけども、実は名古屋駅から IC カードで乗車しています。 JR ですね。ところがですね、下に降りようとしていますと、城北線のところにですね、IC カードをタップする、いわゆる JR の方の IC カード乗車券を、生産できるものがないということが判明されましたので、とりあえず改札の外に出るしかないかなということで、改札の外に出てみます。信楽高原鉄道とね、JR の乗り換えのキブカーとかは、そういうタップするとかあるんですけどもね、タッチするとかあるんですけど、それがありませんということで、となりますと、出れますとですね、実はこう、切符が買えないと入れないですね。ということで、実はこの琵琶島駅の JR の券売機でですね、城北線の切符を買うことができます。そこで、ここで購入いたしまして、そして中に入って、で、城北線自体はバスと一緒で整理券を取って、そして降りるときに運賃を現金で支払うということになっておりますので、ここで切符を買うことによって、現金なしでとりあえず乗れるということになります。で、気をつけないといけないのは、乗り換え時間、今回4分だったんですけども、一旦外に出ましてですね、で、券売機1個しかありませんので、並んでるとちょっと間に合わないケースもあるということなんですね。ですので、考え方としますと、IC カードで JR 乗らずに、紙の切符で JR 琵琶島駅まで買っておいて、そして、そのまま城北線に乗って、で、降りるときに JR の切符を渡して、同時に現金で精算すると、城北線の分ですね、それがいいかなと思います。その2つの選択肢になるかなと思います。
中央線はお乗り換えです。運賃、切符、回数券は整理券と一緒に運賃箱にお入れください。定期券の方は整理券を運賃箱に入れ、定期券を運転士にお見せください。どなた様もお忘れ物のないようにご支度ください。本日は両国線をご利用いただき誠にありがとうございました。はい、では、勝川駅から、JR 中央線の、勝川駅の方まで向かいたいと思いますが、結構距離が遠いというのはちょっと驚きました。で、結構人通りもなんか少なそうで、ちょっと暗いところなので、ちょっと夜とかは気をつけないといけないのかなという感じがいたします。で、宮島駅とは違いまして、勝川駅の方は全く別のホームですので、乗り換えのややこしさというのはありません。まあ、上北線を降りるときに完全に、まあ、現金で精算をして、で JR 乗るときには全く JR に初めて乗るという形で、JR に改札に入ればいいというだけのことです。で、ただ後で、ちょっとビデオを見ていただきますけれども、勝川駅、JR の勝川駅の方で、宮島駅と同様に、JR の券売機で、上北線の切符を買うことができますので、中央線で来られて、上北線に乗る場合っていうのは勝川駅で、切符を買われた方がいいのかなという感じがいたします。でも逆のケースですね、勝川駅から、宮島の方に行く場合ですけれども、宮島駅で降りる時にですね、運転手さんから、降車駅の証明書っていうのがもらえますので、まあ、それを持って、宮島駅の改札から外に出る、あるいはそのまま、JR に改札を出ずに乗っていって、JR の降車駅で、それで精算するという感じになります。まあ、いずれにしましても宮島駅で降りるときに必ずですね、現金で上北線の部分は精算しないといけないということになりますので、この点はご注意願いたいと思います。